田村15位です。フィリップ・キャンデローロ23番フィリップ・キャンデローロさん、フランス。さあフィリップの声がこだましますホワイトリング。フランスのフィリップ・キャンデローロ25歳、足首の怪我から復活してきた今シーズン、この長野の舞台にかけます。リレハンメルは銅メダル。さあメダルまで届くかどうか。現在5位。メダルをかけてのフリーの演技。フリップ、あっとこらえた、軸は流れたがこらえた。トリプルトー、三重師の世界。今年の曲はダルタニアン。ルッツは3回転きっちり。ジャッジにアピールです。ループトリプル成功。レバーを作ったストレートライン。成功しました。
これも立った。ガッツポーズが出ました。フランス、フィリップ・キャンデローロ。放送席周りでも、あれフィリップ、頑張れフィリップという声が出ていました。フランスの放送局も立ち上がって放送しています。やはり日本は第二のふるさと。ファンの温かい声援が見事な集中力を作りました。それにしても足首の怪我から見事な復活です。勇者キャンデローロが戻ってきました。最初のコンビネーションを決めていった、これが大きく彼の気持ちに影響を与えたと思います。そしてあの終盤に見せます、残り1分を切ったところでのこのストレートラインステップ、ルイ13世14世の時代、勇士ダルタニアンの話、三重士の世界を描いています。喜んでいます。フランス放送局 の、 あのイサベル・デュシネーさんが解説をしていますが、もう涙ぐんでいます。おそらくフランスの人たちはそうでしょう。日本のこのキャンデローロファンも同じ気持ちだと思います。陽気なキャンデローロに戻ってきました。あのウォーミングアップの時の緊張感はどうした、どこへ行ったのか。見事な集中力を見せました。さあ得点が楽しみですが、どうでしょうか。どの程度出るか。場内はブーイング、 5.6 が一番多い数字。そしてもちろんプレゼンテーションは上がる 6.0 が出ている。フランス 5.9 がずらっと並んでいます。高いプレゼンテーションを得ました。ここでキャンデローロが2位、エルドリッジを抜いた。クーリック1位、キャンデローロ2位、そして3位エルドリッジ、4位ヤグーディン、あとストイコが1人。メダルにどうやら王手がかかりました。キャンデローロ